白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はパナソニックテスラ株売却の理由はということで考えていきたいと思います。まあ、結論は、まあ、出口戦略を実行したからというのが、まあ、結論ということになるわけですよね。まあ、要するに投資っていうのは入り口と出口というのがあって、入り口っていうのは株を買うということですよね。で、出口っていうのは、まあ、自分たちの、まあ、目的を達成するということで、まあ、売却をするということなので、まあ、結局、まあ、パナソニックからしたらその投資の出口戦略を実行したからということになります。はい。まずニュースなんですけれども、まあ、結果的には24億円の出資が、まあ、4000億円の利益になったということで、まあ、投資としては166倍の収益になったということですよね。2010年に24億円出資して、2020年3月期では全て売却したということなので、10年間で166倍の4000億で売却したと、4000億で売却したということですよね。だから投資としては完全に成功したということになります。24億円出資して4000億円回収してるわけですから、投資としては完全にパナソニックは成功したということになるわけですよね。で、今回のこのニュースっていうのはまさにその投資の本質そのものということが言えると思います。これぞ投資という感じですよね。どういうことかっていうと、投資って一言で言うと 何かっていうと、夢の応援なんですよね。一言で言うと。で、投資って何ですかって言ったら夢の応援ということになるわけです。だからなんか壮大な夢を持っている起業家がいて、で、その壮大な夢を実現しようと試みる起業家が、最初そのための資金っていうのが、ないと、もしくは足りないと言った時に、じゃあ応援するということで資金を提供するというのが、投資の本質中の本質ということですよね。だから結局その起業家を応援する、もしくは経営者を応援する。じゃあなんで応援するのかって言ったら、その起業家が壮大な夢を持っていて、その夢実現に私たちのお金を一部使って大丈夫と、使ってくださいということで、資金で夢を応援するっていうのは、投資の本質そのものということになるわけです。で、そうなった時に、テスラの、創業者は、イーロン・マスクなので、そのイーロン・マスクが持っている、その壮大な夢実現に対して、2010年時点でパナソニックも応援したということですよね。で、その応援資金として24億円出資をしましたということです。で、結果的にテスラっていう企業はもうほぼ毎年のように赤字をずっと計上し続けていて、一時倒産危機まで追い詰められたというところもあったわけですけど、パナソニックはその期間っていうのは一切この24億円に関しては手を出さなかったと、つまり売却しなかったということですよね。テスラ株を持ち続けていたということです。そしたらついにテスラがね、利益を出したということで、本業がテスラですよね。その電気自動車を中国で販売するという、その本業が軌道に乗り出した。それで黒字決算を発表したということで、一気にこうテスラ株の株価が上がり始めたということですよね。上がり始めたというよりはもう爆発的に急騰したという状態が起きたわけです。で、それで結果的にはそのテスラがですね、事業が軌道に乗ったと。で、株価も急騰したということで、パナソニックは、株を、全部売却して、資金を回収したということですよね。もちろんその投資っていうのは慈善活動ではないので、やっぱりリスクを取ってるわけですよね。だからそのイーロン・マスクっていう人物が、素晴らしい夢を持ってる、壮大なビジョンを掲げている。でもその、素晴らしい夢とか壮大なビジョンっていうのは、実現するかしないかって言った時に、リスクがある、つまり実現しない可能性もあるわけです。で、そうなった時に、パナソニックは出資してた24億円っていうのは、極論0円になる、リスクもあったわけですよね。テスラっていう企業がもし本当に破産したと、倒産したということになれば、パナソニックは24億円を、全額、損したという可能性もあったわけです。なんですけど、結果的にはそのリスクを取ったわけですよね。で、リスクを取った以上、じゃあそのリスクを取った対価っていうのを、どこかで回収するって言った時に、結局その株が上がった時に売却して、自分たちが過去取ったリスクっていうのを、利益という形で回収するということです。で、
なので、まあ、これが投資の本質ということですよね。なぜお金を出すんですか。それは夢を応援するためですということですよね。ただその夢っていうのは実現するかもしれないし、しないかもしれないっていうリスクがありますと。じゃあ投資家っていうのは結局リスクを取っているわけですから、その取ったリスクの対価っていうのを将来の、まあ、収益利益で回収するというのはまさに投資というものになるわけですよね。でそうした時にじゃあ投資家って社会にどういう役に立ってるかって言えば、まあ、結局このイーロン・マスクっていう人物が、まあ、テスラっていう会社を通じて、まあ、電気自動車を提供してるわけですよね。まあ、これが環境にすごくいいと、少なくてもガソリン車に比べれば環境がにいいということであったならば、まあ、結局社会に貢献してるわけです。より環境にいい電気自動車を供給するということで、まあ、社会に貢献してるわけですよね。じゃあなんでその、イーロン・マスク、テスラは社会に貢献できるようになったからなったかって言えば、その自分の夢を応援してくれた、投資家たち、最初のその資金っていうのを出してくれた投資家たちがいたからということですよね。だから間接的にこのイーロン・マスク、テスラの電気自動車供給の、まあ、を支えたというのが、まあ、投資家の社会的な意義、社会的な価値ということになるわけです。なので、まあ、今回のこのニュースっていうのはまさに投資の本質を表しているということで、まあ、夢を持っている起業家がいて、その起業家を応援すると、資金で応援すると。その代わりリスクを取ってるで最終的にはその取ったリスクを将来の収益で回収すると、まあ、これが投資の営みということになるわけですよね。でそうした時にじゃあ4000億っていうお金なんですけど、パナソニックって売上で言えば 6.7 兆円ぐらいあるわけですよね。で 6.7 兆円売上のあるパナソニックにとっての4000億っていうのは一見なんかあんまり大きな数字に見えないかもしれないんですけど、実はすごく大きな数字なんですよね。それはどうしてかっていうと、確かに売上は 6.7 兆円あるんですけど、利益ですよね、法人税まで払い終わった利益は、この年ですよね、2020年3月31日の、決算の、この年に関してはパナソニックの、最終利益っていうのは1650億なわけです。で1650億円が当期純利益ということになります。なので、1年で、まあ結局パナソニックが本業で、残すことができた利益っていうのが1650億、それ以外で4000億、少なくてもこの1年単年ということで考えると、まあ、4000億っていうのが、まあ、いわゆるこの投資っていう活動を通じて得ることができたわけなので、だからまあパナソニックが、まあ、本業ですよね。例えば白物家電とかテレビとか電池とか、まあ、そういったのいろんなものを、まあ、売って1年間で稼いで残すことができた1650億円の、まあ、約 2.4 倍のお金っていうのをこのテスラ株の売却によって得ることができたということです。だから、まあ、売上 6.7 兆円なんですけど、実は利益として4000億っていうのは、まあ、パナソニックにとっても非常に大きな金額の、まあ、投資成功だったということですよね。まあ、とはいえ、まあね、パナソニック、テスラ株を全て売却、提携関係は維持と、継続というふうに書いてるんですけど、これはもう本当にね、両者の、まあ、大人の対応ということが言えると思うんですよね。まあ、実際はもうこのパナソニックはテスラ株を全て売却したわけですから、まあ、ここからパナソニックとテスラの関係っていうのはどん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 離れていくってことは、まあ、容易に予想されるということですよね。まさに金の切れ目は縁の切れ目ということで、まあね、お金の関係があったんで、ね、それまでで、例えばパナソニックがテスラに対して電気自動車の電池を供給するという、まあ、そういう提携関係も成立しやすかったわけですけど、まあ、実際パナソニックはテスラの株を今回全て売ってるわけですから、当然まあテスラもまあはっきり言ってね、まあ、全くゼロで見直すということができるということですよね。まあ、実際は電気自動車の、まあ3割ですよね。実際その自動車を作るって言った時にかかる経費の約3割が電池代というふうに言われているので、だからそのテスラにとってのその電池っていうのはすごく大きい原価になってるわけですよね。なので、まあ、パナソニックは今まで自分たちの、まあ、ある意味株主だったわけですけれども、まあ、株主ではなくなったわけですから、ってなるとまあね、より安い電池っていうのを例えば中国韓国から仕入れるとか、もしくはもう自分たちでもうね電池
気自動車にとっての電池っていうのはもうかなりこうね、中心の中核の部品だということで、まあ、自社で内製化していくとか、っていうことっていうのはこれからどんどん進んでいくっていう可能性は容易に予想されるということですよね。それもパナソニックはどれだけね、資金の関係と技術、商品提携の関係は別で、ね、資金は今回ね、株式は全部売却したけど、でも商品とか技術の提携は続けますっていうのを、まあ、言ったとしても、当然それは相手があることなので、ね、自分たちの会社の株を全部、ね、手放した相手と、ね、今まで通り付き合うかどうかっていうのは当然テスラはテスラの考え方っていうので対応するわけですよね。まあ、そうしたらまあ 99.99% 金の切れ目が縁の切れ目になるというふうにまあ予想されるので、まあ、これからはパナソニックとテスラっていうのはまあそれぞれ別の道を歩み始めていくというふうに思われます。まあ、ただ、ね、パナソニックは今回、まあ、実際は24億円のリスクで4000億利益を上げることができたわけですから、まあ、この4000億っていうお金を、まあね、今後のより効果の高い事業とか、まあ、M&A とかに今後の成長のために再投資していくということで、まあ、パナソニックはパナソニックとしてこれからまた持続的な成長を目指していくということが考えられるということですね。はい、ということで、まあ、今回は、パナソニックが、テスラ株を、全て売却した理由はということで考えてきたんですけれども、まあ、結論から言うと、まあ出口戦略を実行したからということですよね。これ日本企業と日本企業だったら結構珍しい、形になるんですけど、日本企業と日本企業ってとにかく人と人、企業と企業のそのね、関係ですよね。人間関係とか企業間関係っていうのをすごく重視するので、結構こう株の持ち合いっていうのをずっと続けるんですよね。10年20年30年っていう形でずっとお付き合いっていう形で株を持ち続ける、持ち合い続けるということが多いんですけど、まあ、これは結構日本独特で、海外とかグローバル企業ってなると、まあ、結構こういうふうに合理的な判断をするんですよね。まあ、もうね、自分たちはリスク取ったわけだから、そのリスクの対価として、まあね、利益を出して過去の取ったリスクを回収するということを、まあ、普通合理的にやるっていうの方がまあ当たり前なので、まあ、パナソニックは日本企業ですけれども、まあなんですけど今回に関してはまあグローバル企業としてまあ投資っていう意味では合理的な判断を実行したということが言えるというふうに分析しています。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。